順調な航海を続けるヘリオスの行く手にさまよえる小惑星の群れが現れました。宇宙ではありふれた天体が漂うこの空間には驚くべき秘密が隠されていたのです。ベニマン、something quite odd about the drift of this asteroid cluster. The shape seemed most unusual as well. This looks like a herd of migrating dirt to me. No, seriously. Look, they're beginning to disappear. Hey, they're gone. They heated up and zapped, something got them. Captain Merlin, please go to the bridge. We got a mystery here.Finn here thinks he's found a neutron star. But if he has, it's got to be invisible. The ship's instruments say nothing's there. It's so old it doesn't even glow anymore. What a find. I recommend we go in closer. Perhaps we can pick up some infrared emissions. I'm not venturing too close to something I cannot see. Yeah, but this will give us a rare look at the last stages of a neutron star's evolution.Very well. I'll allow you two to use Icarus. One quick flyby, and you can back. Yeah, wonderful. You're so lucky. Captain, this sounds like the sort of thing that Joe might like to get in on. I think I will want this to know at the station. This one's for you.Thank you, ma'am.Star hidden around here somewhere? Yeah, old and tired, hard to see, but if we're lucky, we'll see it against the image of that distant nebula there. Yeah, but what do you think it'll... Hey, look at that. Yeah, that's it. Yeah, the light from the nebula's curving around... Wait a moment. It looks like somebody's drilling a hole straight through that nebula. Yeah, such a huge effect. I didn't think... York, we must be closer than I...Sure is giving us a pretty show. Yeah, too pretty. Not to bend light that much, it can't be a neutron star. Miss Finn, we're having trouble keeping our nose straight. That's so strong, is it? Possible I could have made a mistake. Getting us the hell out of here. Wait. We're the first to find one. What an opportunity. What an opportunity is trying to turn this ship in half. It's about the size of a neutron star. Watch. Mass. Tidal forces. Great. So how do we get out of this? Accelerate! Mayday, mayday. Icarus called Helios.
past. Yeah, I hope the sensors aren't damaged. We could learn a lot from this. Tell you one thing. I want to learn to neaten up around here from now on. こうして、スベンとベンジャミンはブラックホールとの最初の出会いから無事帰還することができました。宇宙の脅威、ブラックホール。やがて私たちはこの謎の天体についてより多くを知ることになるのです。ヘリオスが出会ったブラックホールは海の渦潮のようにとても危険な存在です。ブラックホールは物質や光を吸い込んだら二度と離しません。私も自分の SF 小説の中に何度か使いました。もしこのブラックホールが宇宙に実在するとしたら、それは一体どのようにしてできたのでしょうか。現代の科学がこの謎に挑戦しています。大宇宙を舞台に繰り広げられる星の生と死、その中にブラックホール誕生の謎を解く鍵があります。星々の光が照らし出す巨大なガスと塵の雲、星はこうしたガスや塵から生まれます。ガスの雲が衝突し、まず中心部にひときわ濃い部分が生じます。ガスは重力によりますます中心部に集まってきます。やがて中から大小さまざまな星が誕生します。若い星の群れ、プレアです。晩年を迎えた星ベテルギウス、太陽の30倍の質量を持つこうした巨大な星が死を迎えるとき、中心にブラックホールが作られると言われます。現代の科学が考えるブラックホール誕生のシナリオです。星がまだ若い間は水素の原子核が互いに結合してヘリウムが生まれます。この時のエネルギーによって星は自らの大きさを支えています。星が晩年を迎えると、中心部には炭素、酸素など重い元素が次々に作られ、最後には鉄ができます。鉄はこれ以上反応を起こしません。星は燃え尽き、もはや自らを支えることができません。自身の重力で縮み始めます。星の中心部は中性子の塊に変化し、密度は物質の限界まで高くなります。核砂糖1個分の空間に100万トンタンカー1000隻分を押し込めたような状態です。重力のあまりの強さに中性子が潰れ始めます。星が縮むのを押しとどめるものはもはや何もありません。星は永久に縮み続けます。これがブラックホールです。星空の中を移動する黒い影、コンピューターが描くブラックホールの姿です。ブラックホールがまるでレンズのように
海系の星や銀河を歪めてしまいます。あまりにも強い重力が光さえ曲げてしまうのです。もし私たちがブラックホールに飲み込まれるとしたら、これが最後に見る光景です。全てを飲み込む謎の天体ブラックホール、その存在は75年前に提出された一つの数式によって予言されました。アインシュタインの一般相対性理論から導き出されたシュバルツシルトの式です。シュバルツシルトの式が発表されたのは20世紀初頭のドイツでした。カール・シュバルツシルト、この数式を考え出した天才天文学者です。彼はわずか28歳でゲッチンゲン大学の教授に就任、大学付属の天文台長をも兼任していました。当時の科学者たちは星までの距離を測定し、銀河系の形をようやく認識し始めていました。現代天文学はその黎明期を迎えていたのです。アインシュタインが一般相対性理論を発表した1914年、シュバルツシルトは第一次世界大戦に従軍しました。戦火の中で彼の脳裏を離れなかったものは一般相対性理論の重力方程式でした。アインシュタインのこの方程式には、質量を持った天体の周りで空間が歪んでしまうという驚くべき事実が隠されていたからです。空間の歪みとはどんなものでしょうか。中央に質量の大きい星があった場合、星は周りの空間を引きずり込むようにして曲げてしまうのです。シュバルツシルトは実際に空間がどのくらい歪むのかを計算したのです。シュバルツシルトが戦闘の合間に記した計算式、ついに彼は重力方程式を解くことに成功します。1915年暮れ、シュバルツシルトがアインシュタインに宛てた手紙です。親愛なるアインシュタイン様、私はあなたの重力方程式を解いて、真空中に星が静止している場合の空間の歪みを求めました。その答えは ds 2乗イコール1マイナス r 分のアルファ dt 2乗マイナス1マイナス r 分のアルファ分の dr 2乗マイナス r 2乗 d シーター2乗プラスサイン2乗シーター d ファイ2乗。激しい銃撃戦は今も続いています。アインシュタインからの返事が軍事郵便で届きました。素晴らしい。あなたの仕事を非常に興味深く拝見しました。私の重力方程式がかくも明快な形で解けるとは。来週私はあなたに代わって論文をドイツアカデミーに提出します。1月9日アルバート・アインシュタイン。シュバルツシルトの式が意味するもの、それは強い重力が奇妙な空間ブラックホールを作り出すということです。
その空間とはどんなものでしょうか。今、宇宙に極めて密度の高い天体が浮かんでいるとします。この天体の周りにはシュバルツシルトの式によって導かれる特殊な球形の空間が生まれます。まず十分離れたところから光を出すと仮定します。光は同心円状に広がっていきます。光源を近づけてみます。あまりに強い重力のために光が吸い寄せられてしまいます。もしも光源がこの特殊な空間の内側にあると光は外へ出ることができなくなってしまいます。光さえ出られないこの空間に入ったものは二度と外に出ることはできません。この空間こそがブラックホールなのです。論文発表から4ヶ月後、シュバルツシルトは従軍中の病が元で他界しました。42歳でした。彼の頭脳が生み出したシュバルツシルトの式、それは宇宙にブラックホールという驚くべき天体が存在することを理論的に予言していたのです。海を行くときに羅針盤が必要なように、科学にも確固たる理論が必要です。ガリレオ以来、まず観測が先に行われ、次いで理論が確立されるというやり方で科学は発展してきました。しかしブラックホールに関しては逆に理論が観測よりも先にできたのです。地球の重力を振り切って宇宙に飛び出すためには毎秒11キロ余りの速さがあれば十分です。しかし重力があまりにも強いと光の速さで脱出しようとしても不可能な天体があるはずです。これが理論的に予想されたブラックホールです。30年以上も前に理論は確立し存在することが確かになりました。しかしブラックホールを観測することは困難です。どうすれば見ることができるのでしょうか、この完全な闇を。理論が生み出したブラックホールの謎に観測の目が向けられたのは1970年の暮れ、アフリカのケニアでした。アメリカのマサチューセッツ工科大学を中心としたグループがケニアから X 線観測衛星ウフルを打ち上げました。宇宙の激しい現象からは X 線という強いエネルギーが放たれます。 X 線は地球の大気に吸収されてしまうため人工衛星で観測する必要がありました。ウフルは4年にわたって数々の天体を継続的に観測しました。そして X 線を出す天体が中性子星や超新星の残骸などであることを突き止めました。しかし白鳥座 X1 という天体から出ている強い X 線は説明のつかない奇妙なものでした。これが白鳥座 X1 のデータ。時間とともに強さが不規則に、そして激しく変化しています。他の代表的な X 線天体との比較です。
左下は規則正しく変化するパルサー、右下は突発的に X 線を放出する中性子星です。いずれのデータと比較しても明らかに違います。X 線を激しく変化させる白鳥座 X1、 そこにはどんな天体があるのでしょうか。望遠鏡で見る白鳥座です。白鳥の首のほぼ中央に白鳥座 X1 があります。 X 線を出しているのは何か、世界の科学者が競って観測を行いました。その結果、そこには青白く輝く星が確認されました。太陽の30倍もの質量を持つ巨大な星でした。この星の動きを精密に調べると、まるで何かの周りを回っているように動いていたのです。この事実は、青い星のそばに強い重力を持つ見えない天体があることを意味していました。巨大な青い星を振り回す謎の天体。データを詳しく分析してみると、巨大な青白い星と自分の重力で潰れた星とが互いに回り合っていることが分かりました。その潰れた星が出している X 線が極めて速く変化していることから、その天体は大変小さいものだと推定されました。にもかかわらず、質量は太陽よりもはるかに大きいようです。小さいものがこれほど重いという事実から、一般相対性理論によってこう結論せざるを得ませんでした。その天体はブラックホールだと。この青い星の間近にあるという謎の天体、ブラックホール。ブラックホールはどのようにしてここに生まれたのでしょう。かつて青白い星のすぐ近くには赤い巨大な星がありました。二つの星はお互いの周りを回っていました。やがて赤い星は死の時を迎えます。巨大な星は超新星爆発を起こし、後にはブラックホールが残されたと考えられています。続いて青白い星も晩年を迎え、膨張が始まりました。ついに星の表面がブラックホールの引力圏に達しました。ガスはブラックホールめがけて吸い込まれ、周囲に膠着円盤という渦を作ります。この時ガスの温度は1000万度以上になり、独特の変化を示す X 線を放つのです。 X 線観測衛星ウフルはこの X 線を捉えたのです。2000億もの星々が浮かぶ銀河系、この中には他にもまだブラックホールの候補があるはずです。ウフルに続いてアメリカやヨーロッパ、そして日本の X 線天文衛星がブラックホールを求めて今も観測を続けています。X 線を出す天体の分布図です。
青い点は超新星の残骸、黄色はさまざまな銀河の中心、赤はいまだに正体不明のものです。科学者たちはこの中から4つのブラックホール候補を発見しました。最も左側が白鳥座 X1 です。私たちの銀河系のすぐ外にある銀河大マゼラン雲、その中に2つのブラックホール候補が見つかっています。いずれも太陽の10倍近くの質量を持ちながら、その直径はわずか50キロほどにしか過ぎません。いずれのブラックホール候補も白鳥座 X1 と同じように激しく X 線を出しています。宇宙の完全な闇、ブラックホール。飲み込まれる物質が悲鳴のように放つ X 線がブラックホールの存在を浮かび上がらせているのです。スーパーコンピューターのシミュレーションによるブラックホールの姿です。激しい渦となってブラックホールに吸い込まれるガスの速さは秒速3万キロにも及びます。ブラックホールが作り出す凄まじいガスの渦、膠着円盤です。巨大なブラックホールには星全体が吸い込まれることがあります。画面中央に潜んでいる巨大なブラックホールの重力圏に星が捉えられました。ブラックホールに近づくにつれ、星は長く引き伸ばされ、ガスの渦巻きを作りながら吸い込まれていきます。ブラックホールは宇宙を支配する重力が生み出す蘇ることのない物質の死の姿です。星々の誕生と死が繰り返される銀河宇宙。現代の科学は私たちの銀河系中心にも巨大なブラックホールの存在を予測しています。銀河系の中心、そこは一体どんな世界なのか。ヘリオスの大切な任務の一つは、私たちの銀河系の中心部を調査することでした。銀河中心、無数の星々の光に満たされた闇のない世界。そこには銀河系最大のブラックホールがあるはずです。ああ、oh, beautiful, isn't it?
I wonder what lights up those long strands. The grandest of black holes, you think? Yeah, so goes the theory. But this is the first time anyone has seen our galaxy center without all this dust in the way. So you think we will find the black hole there? Yeah, I expect so. Then what? There should be a disk of matter surrounding it, being drawn in and consumed. Well, in that case, I hope we won't be getting too close. Wait a minute. Let me get this straight. You want us to skim by this giant black hole? Truly warp space-time. And confirm the ideas of Dr. Einstein. Exactly. The only place in the galaxy where we can. Sven, I would remind you the last black hole we encountered nearly killed you and Benjamin. But we know what we're getting into this time. And a black hole of this theoretical size would exert far less tidal force upon us, due to the vessel's proportionately smaller mass relationship. Uh-huh. Final authority on the safety of this flight plan. I would like to maintain pretty high speed. Is that okay? Yeah. Can't hurt. Hey, we've come this far. Very well then. Mr. Noda? Clay, make your preparations.天の川、私たちの銀河系の姿です。ブラックホールが潜むという銀河系の中心はこの射手座の方向にあります。ところが銀河中心の方向にはガスや塵の塊暗黒星雲があって、直接その姿を見ることはできません。地球と銀河中心との距離は28,000光年。暗黒星雲を貫いて観測する新たな手段が必要です。それが電波です。アメリカ・ニューメキシコ州、大平原に立ち並ぶパラボラアンテナの群れは大型電波干渉系 VLA です。巨大アンテナを27基組み合わせ、銀河中心を狙います。人類が宇宙を見つめるために作った観測機の中でも最大級のものです。 VLA は Y 字型にそれぞれ9基ずつアンテナを設置して観測を行います。今 Y の字の一辺を600メートルにしてあります。これによって直径が1キロを超す巨大なアンテナに匹敵する能力が得られます。カリフォルニア大学のマーク・モリス教授、 VLA が完成した10年前から銀河中心を狙い続けています。27基のアンテナで受けた電波のデータは専用のコンピューターによって1枚の画像に合成されます。VLA で見た私たちの銀河中心、画面は200光年の範囲を捉えています。銀河中心は画面右下のひときわ明るい円形の部分、全天で一番強い電波源です。
斜めに走るのは銀河中心からの強力なエネルギー放射によるものです。銀河中心のこの激しい活動は巨大なブラックホールが原因なのでしょうか。さらに解像度を上げ、銀河中心を見るためにアンテナの配置を広げます。アンテナの直径は25メートル、重さは235トン。最大に広げるには1週間もかかります。一辺600メートル、最も小さい配置です。アンテナが最大に広がりました。一辺が21キロ、東京23区内がすっぽり入る大きさです。この時の解像力は35倍に上がりました。再配置が完了し、さらに銀河中心に迫ります。およそ10光年の範囲、銀河中心核の映像です。画面中央のひときわ明るいところに向かって3方向からガスが流れ込んでいるのが見えます。VLA の画像データなどをもとに現在分かっている銀河中心の姿を立体的に描いてみました。銀河中心の周りを取り囲む暗黒星雲のリング、直径1200光年、その内側に筒状の激しい物質の流れがあります。円筒の内側には丸いガスの塊があります。その中に銀河中心があるのです。銀河中心の周りおよそ10光年の範囲です。もう一つの暗黒星雲のリングから中心に向かって3本のガスの流れが見えます。もしブラックホールがあるとすれば、この流れの行き着く先です。この銀河系の中心核にある明るい電波源は非常に小さくて、私たちはまだその内部を見ることができません。最新の技術を駆使してもまだ解像度が足りないのです。銀河系の本当の中心はちょうどここに見えるこの明るい部分です。いかに強い電波が出ているかを分かりやすくするためにコントラストを変えてみましょう。中心核の電波源だけが明るく残りました。周りに比べてここはそれほど電波が強いんですよ。おそらくかなりの数の科学者が銀河系の中心核にあるこの電波源が巨大なブラックホールである可能性が高いと考えているようです。私自身はそれがブラックホールである可能性は 50% はあると考えています。銀河の中心核にブラックホールが存在するかどうか、これを知るためにはさらに別の観測手段が必要です。ハワイ・オアフ島ヒッカム空軍基地、 NASA アメリカ航空宇宙局が持つ世界でただ一つの空飛ぶ天文台カイパーです。軍用輸送機 C-141 を改造したこの天文台は、高性能の赤外線天体望遠鏡を搭載しています。電波同様に赤外線も暗黒星雲を通して銀河中心核を観測することができます。赤外線望遠鏡の口径は90センチ、
銀河中心核から届く赤外線を高度1万2000メートルで捉えます。望遠鏡が空を飛ぶのは大気中の水蒸気や雲によって赤外線が吸収されてしまうのを防ぐためです。この観測の中心人物、カリフォルニア大学のチャールズ・タウンズ名誉教授です。タウンズさんは1964年にノーベル賞を受賞、赤外線による銀河中心観測の第一人者です。ブラックホールは見えません。だからブラックホールなんです。しかし周りの物質が回転したり落下したりするのを観測することでブラックホールの存在を感じ取ることができるんですよ。太陽からの赤外線の影響がなくなる夜、観測が始まります。銀河中心では雲や塵が猛烈な速さで回転していると言われています。赤外線の観測で雲の回転速度が分かれば中心部の質量が計算できます。このデータがブラックホールの有無を知る重要な手がかりになるのです。望遠鏡の赤外線センサー部分です。機体の振動の影響を受けないように特殊な安定装置がついています。それでも飛行中の機内から銀河の中心核を正確に捉えるには極めて微妙な操作が要求されます。ついに目標を捉えました。観測開始。銀河中心です。不安定な望遠鏡が銀河の中心を向いているわずかな時間に可能な限り多くの情報を集めなくてはなりません。望遠鏡はきめ細かく雲の動きを測定しました。こうした観測が繰り返され銀河中心核のガスの動きが明らかになってきました。ガスは1秒間に200キロもの速さで回転していたのです。私たちの観測結果を絵にしてみました。銀河面をちょうど真上から見たと考えてください。真ん中が銀河の中心です。ガスや塵の雲がそれぞれに異なる速さでこの中心を回りながら時には衝突もしているんです。もちろん最大の謎は中心に何があるかということです。中心に近づけば近づくほど物質の回転は速くなるんです。何かが物質を引きつけているからです。非常に大きな質量が中央に集まっているに違いありません。測定によると太陽の質量の300万倍もあります。ブラックホールの可能性が極めて高いのです。カイパーの観測によって明らかになった激しいガスの流れです。ガスの流れは中心に向かって加速していきます。この流れの先におそらく高速で回転するガスの円盤があるに違いありません。銀河中心のブラックホールが作り出す膠着円盤です。ブラックホールに引き寄せられる膨大なガスの一部はあふれ出てジェットのように宇宙へ放出されています。地球から2万8000光年、激しい活動を続ける銀河中心には深い宇宙の闇が潜んでいます。私たちの観測は
まだその謎を完全に解明してはいないのです。ヘリオスは銀河中心の奥深くへと飛行を続けていました。私たちの前に激しくガスが渦巻く膠着円盤が横たわっていました。スベンはその中に巨大ブラックホールの存在を確信しました。Large yellow star, the edge of the accretion disk. There's something odd about it. Yeah, this close into the vortex. It's doomed. Doomed? Why? The tidal forces of the great black hole about to tear it apart. Another way stars cannot die. Yeah, a most unusual one. I would say that this happens only once in an untold number of years, or so goes the theory. No, I don't like the looks of it. It reminds me of the supernova. Not the same kind. In any case, this is not what we came to see. We have an appointment, I believe, with Dr. Einstein. We must keep it. Mr. Onoda,Take us in toward the accretion disk. Aye, Captain. Vectoring onto prepared trajectory. Sure looks hot out there. Joe, do you calculate that the Helios will stand the strain? If Sven's theory about our relative mass attraction is correct. Yes, ma'am. Yeah, see that yet? The black hole is sending us a little pointer. Don't black holes just suck everything in? Sometimes.They contrive to expel these jets. I can't wait to see one up close. You will not have to wait long, ship's astronomer. Gina, I will want you on station in the observation room. Sven? Trusting our lives to this theory of yours, Sven. It will work. By approaching the giant black hole in along the jet, we minimize the heat we'll be taking from the radiation disk. I understand, but... Very well. Mr. Onoda, try to keep us away from most of that infalling gas. Understood, Captain. All right, gentlemen. Here we go.Mr. Onoda, helm down into the plasma jet. Aye, Captain. Vectoring, azimuth minus 90. Readings are shifting completely into the red. My reddens because it's losing energy, struggling to escape. Swell. I hope that doesn't happen to us. Hey, we're moving fast. Fast enough to break out of this black hole's grasp.
私たちは銀河中心の巨大ブラックホールを目の当たりにしました。壮大な宇宙の営みの前に私たちは言葉を失いました。この体験をふるさと地球に持ち帰る日を待ち望みながら、ヘリオスの旅は続くのです。私たちの銀河系の外に広がる200億光年の時空、そこには1000億にも上る銀河が浮かんでいます。電波による観測は中心に巨大ブラックホールがあると思われる銀河を多数見つけています。遠い銀河の中心から出るジェット、その長さは40万光年にも及びます。銀河本体と比べるとその規模がいかに大きいかが分かります。中心核の活動の激しさを想像させます。こうした活動の原動力は銀河の中心に潜む巨大ブラックホール以外考えられません。時にその質量は太陽の1億倍にも達すると推定されています。ジェットを出しながら蒸気機関車のように移動する銀河、ブラックホールは意外にも激しい活動を周囲に作り出す宇宙の影の主役だったのです。私たちの銀河系とよく似たアンドロメダ銀河、その中心にもブラックホールが存在する可能性が指摘されています。ブラックホールはもはや理論の世界を脱して観測による実証の段階に入ったのです。あの天の川の中に私たちの銀河系の中心が隠されています。そこはまるでニューヨークのタイムズスクエアのように賑やかで活発な場所です。銀河系の誕生以来、銀河中心は星を燃料とするエンジンのようにエネルギーを放出してきました。ブラックホールは将来全ての星を飲み込むという理論さえあります。理論家は想像をたくましくしますが、この宇宙の闇はまだ観測家によって確実には実証されていません。私はこの理論と観測の終わりのない綱引きを見るのが好きです。だからこそ私はこの夜空に限りなく魅せられているのです。星々の輝きの中にブラックホールの深い闇が潜んでいます。強い重力が生み出す驚異の空間、ブラックホールはこの宇宙のどこかに実在しているのです。